こんにちは、木下ゆかです。今日はね、じゃん、東京駅で売れてるお弁当1位から10位までを買ってきました。今日はね、ちょっとお金かかってますよ。ネットでランキングを見つけたんですけど、こちら東京駅で売れてるえりすぐりのお弁当ベスト10たちです。全部めっちゃ美味しそうです。私もね、駅弁大好きなんですよ。一気に10個食べれてめっちゃ幸せです。じゃあ早速食べたいと思います。いただきます。じゃあまずは10位から。10位ジョジョ園のカルビ弁当です。ジョジョ園って意外と言いにくいジョジョ園ってね、地元に住んだ時ちょっと憧れのお店でした。テレビとかで芸能人がジョジョ園に行く、ジョジョ園に行くって、ジョジョ園ってどんなお店なんだろうってめっちゃ思ってましたね。お弁当でも食べれるんですね。はい、こんな感じです。ご飯の上にカルビが乗ってて、で横はキムチとかのお野菜ですね。でタレが入ってます。ご飯とお肉の上にかけるパターンのやつですね。こちらの値段が2500円です。やっぱりいいお値段しますね。結構いいランチ食べられますもんね、2500円ってね。はい、お肉こんな感じです。ちょっと私値段聞いて引きましたねお弁当2500円か。やっぱりコンビニお弁当とはちょっと違いますね。やっぱお肉が違います。焼肉屋さんのお肉ですね。柔らかくて肉の旨みがギュッと詰まってます。これお弁当って冷えとるんですけど、でもお肉硬くなくって、でも油が固まっとうとかもないですね。そんなに油っこくないです。だからご飯とお肉最高ですね。キムチとね、よく合うんですよね、焼肉ってね。はい、キムチのね、シャキシャキとした食感と辛みとお肉、そしてご飯、素晴らしいです。あー、お肉最高です。このお肉美味しそうです。脂身がついてます。たまんないよね。9位はじゃん、知床チラシです。すごいですね。いくら、カニ、ウニですよ。海の贅沢を全部詰め込んでますね。いくらがキラキラ輝いてます。お弁当なのにちゃんといくらがプチッとはじけます。すごい、ウニです。ウニ大好き。香りがいいですね。酸味も全然ないウニです。また私値段言うの忘れてますね。1680円です。ちっちゃいけど、これだって食材がすごくいい気がします。朝食の方だったらいいですよね。カニも美味しい。カニです。カニ本当にお弁当自体は美味しいんやけど、ちっちゃいんですよね。だから私、朝食の人って羨ましいんですよね。美味しいじゃないですか。で、満足できるじゃないですか。それって私幸せやなと思いますよ。いや、でも全然我慢できないわけじゃないんですけど、もっと食べたいなってなっちゃいますね美味しければ美味しいほど。まあでもちょっと厚みがあって、ご飯がギュッて詰まってますね。だから見た目の小ささよりは満足感があるかもしれない。8位はまい泉の柔らかヒレカツ弁当、1058円です。ていうかあれですね、ジョジョ園ちょっと異常に高かったんですね駅弁の中でも高い方だったんですね。はい、美味しそうですね。ヒレカツか、私ロースカツの方が好きなんですよね。一般的にはヒレカツの方が人気なんですかね。ただお弁当になってるからちょっと揚げたてではないんですけど、それでも美味しいですね。お肉が柔らかいです。ヒレカツだからお肉がちょっとさっぱりしてますね。7位は洋食屋三代目改名店の洋食屋のまかないライスです。980円です。メンチカツとスクランブルエッグがご飯の上に乗ってますね。メンチカツにたっぷりのソースっていいですよね。メンチカツがジューシーですね。ご飯はね、バターライスですね。刻んだベーコンが入ってます。スクランブルエッグがトロトロでふわふわです。バターライスとの相性がいいですね。
6位は味の梅鉢さんのすき焼きステーキ弁当、こちらは1900円です。お肉は米沢牛を使ってるみたいです。すごくないですか、すき焼きとステーキが両方入ってるんですよ。なんて贅沢なお肉尽くしのお弁当です。ちょっとレアなお肉ですね。柔らかくっていい感じにレアで、冷えてるのにとっても美味しいです。おろしのステーキダレかかったんですけど、これもいいですね。ご飯とめっちゃ合います。こっちはすき焼きですね。このお肉も柔らかくって脂身もあって美味しいです。米沢牛美味しいですね。これね、しかも両側にご飯がありますね。片側はステーキご飯で、片側はすき焼きご飯です。5位は牛タン金崎さんの厚切り牛タンステーキ弁当です。2000円です。本当に厚切りですね。厚切りで、しかも冷えとるから硬いかなと思ったけど、全然そんなことないですね。すごい柔らかい牛タンです。この牛タンって牛1頭から6枚しか取れない柔らかい部分を使っとるんですって。じゃあもしかしてこれ1頭分だろうか。牛さんありがとう。牛タン美味しい。ご飯は麦が入ってるご飯ですね。4位は創作寿司処滝本さんの贅沢ミルフィーユです。見てください、これ透明なケースになっとるんですけど、ミルフィーユ状になってるんですよね。すごいですね。これはちょっと買ってみちゃいたくなっこれは買ってみちゃいたくなっちゃう気持ち分かります。買ってみたくなっちゃう気持ち分かりますね。なんかやばいです、今の日本語ちょっと怖いです、自分が。エビとカツノコとイクラとカニですね。あ、たっぷりカニです。わさびがね、カニの旨味がね、じゅわっと染み出てきます、噛むとね。ちょっとわさびつきすぎちゃった。カツノコです。プチプチしてて美味しいです。野沢菜ですかね、と鮭と小餅昆布、昆布が入ってますね。手が込んでますね。3層目はサーモンとたらこが入ってます。めっちゃいろいろ入っとるやん、このお弁当1個の中に。この3層のためにね、お醤油もちゃんと3つついとるんですよ。サーモンです。で、3位は穴子寿司平島さんのとろける一口穴子です。980円です。すごい、穴子のいろんなお寿司が詰まってますね。タレはかかっていますね。美味しそうです。この穴子柔らかい。長島県対馬産の西のとろ穴子なんですって。全部一口サイズに作られておけ、電車とかでも食べやすいですよね。駅弁にぴったりですね。負け寿司も美味しい。きゅうりが入ってます。じゃあ最後ね、2つ残ってるのはミート矢沢さんのお弁当と崎陽軒さんのシューマイ弁当ですね。さてどちらが1位なんでしょう。じゃあ2位はじゃん、崎陽軒さんのシューマイ弁当です。これ昔からありますよね、駅弁として有名ですよね。横浜駅の駅弁ですね。美味しそうです。お肉が牛乳に詰まっとってジューシーで、昔ながらのシューマイの感じでいいですね。1位は
ミート矢沢さんの黒毛和牛ハンバーグ弁当です。このお弁当が今まで食べたお弁当の中で一番売れてるお弁当なんですね。値段も1780円で結構するんですよね。それほど美味しいってことなんでしょう。わあ、結構ハンバーグソース本格的な感じがします。美味しそう。なんかご飯から食べちゃったなんかガーリックみたいなのもちょっと美味しそうとか。結構本格的ですね。中がちょっとレアになってますかね。今までお弁当で食べてきたハンバーグの中で一番美味しいかもしれん。お店で食べるような感じですね。ハンバーグはね、程よい硬さで牛肉も味わえてめっちゃ美味しいです。マッシュポテトもね、トロトロでバターの風味がしてめっちゃ美味しいです。最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。駅弁のトップ10めっちゃ美味しかったです。やっぱりね、すごいたくさんの種類の中の駅弁から選ばれる駅弁だけあって美味しいですね。駅弁ってね、値段も結構ねするものが多いなって思うんですけど、やっぱその分味も美味しいです。私がね一番好きだったのは1位のねハンバーグ弁当、やっぱり美味しかったですね。なんかハンバーグが変に柔らかくないし、ちゃんと程よく噛み応えがあって、なんか本格的なハンバーグだなって感じがしました。ソースも美味しかったですしね。でね、2番目に美味しかったのはすき焼きとステーキ食べるお弁当。あれがねお肉って感じで美味しかったですね。とミルフィーユ弁当も結構おすすめかな。全部ね美味しかったです。で東京駅に行った時とか、あとその地元の駅でも食べれると思いますので、ぜひぜひ興味のある方は食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。